立ち荒野サイレンジと大井町を訪ねて、サイレンジテンポ in 茨城 Japan。 霞ヶ浦の東方、鍋型の高台は日立荒野と呼ばれる平安時代の菩薩サイレンジがあります。その大井町がとても素敵なので見に行きました。最初に出てくるのは仁王門で、室町時代後期に作られたものです。他の木造建築は明治時代に一度焼失していることから、この門が一番古く威厳があります。三大総輪塔の一つです。境内に入るとイチョウが一面舞い落ちており、まさに黄色い絨毯のようです。写真を見ると総輪塔